どうも大桑職人です。はい、今日なんですけど、こちらのペア、もうねメスが今在削ってるの分かりますか？このペアなんですけど、三重県産のワイルドの大桑型のペアなんですけど、約ね2週間ぐらいもう同居させていて、メスがもう在を削り始めて産卵行動をね始めていました。はい、ゼリーのね餌皿のこの台座、実はね天然の瓦材です。野生のオオクワガタはこの天然のね瓦材に産卵するんですよ。はい、ということで同居させる際のこのゼリーのね餌皿台座の方を天然の瓦材で作成してみました。この餌皿を瓦材にすることによってメスがねこうやって同居中にね産卵行動し始めたら、もうね産卵セットに投入して OK だよっていうね目安になるので、このね方法ちょっとねおすすめです。はい、ただねここで一つ注意点なんですけど、こうやってメスがね産卵行動し始めて奥にねオスいるの分かりますか？オスをね一緒にずっと入れておくと、オスのね足だったりとか、はい、不節がねメスにちょん切られるっていうね、そういった事故がね起こりやすくなります。はい、メスがねこうやって在をかじり始めるっていうのは、まあ、産卵行動をねしていることなんですけど、オスはメスにね交尾をね迫るんですよ。でメスはこうやって産卵行動の邪魔に、してくるオスを、まあ、外敵とみなして、でオスのねことを攻撃し始めます。そうなるとオスのね不節足だったりとかがちょん切られてねしまったりするので、なのでこういったねメスが産卵材を削り始めたら、オスとメスはね別々にして、メスの方は産卵セットに投入する、オスはまた別でね個別で管理してあげましょう。はい、じゃあね今日の本題に入っていきます。こちら見てください。はい、ちょっとね見にくいかもしれないんですけど、今メスの足がねなんか動いてるの分かりますか？これね産卵行動なんですよ。メスがねもうしっかりと産卵してるっていうね、はい、行動をとっているんですけど、これ実は90ミリとね同居させていたメスなんですよ。はい、こちらのねゼリーの台座も先ほどのね天然個体たちと同じように天然のね瓦材で作成したものです。はい、ただね先ほどの天然の個体は、まあ、2週間以上ね同居させていてメスがね産卵行動していたんですけど、このね90ミリと同居しているメス、なんとね1日目でこうやって産卵行動をねしていたんですよ。ちょっとねこれには驚きでした。90ミリくんと同居させて本当にすぐ僕の目の前で交尾をねしてくれていたんですけど、その次の日に朝なんかすごくねバリバリボ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 リね音が聞こえるなということで、ちょっとねブリードルームを覗いてみると、このね90ミリくんと同居中のメスがもう産卵行動していて、ちょっとこれはね早すぎるんじゃないかって思ったんですけど、はい、もうメスがね産みたがるような、いい材だったのかもしれないですね、この瓦材が。はい、ここまでね早く産卵行動するメスはね初めて見ました。ちょっとね早すぎねえかってね思ったんですけど、まあ産卵行動してくれてるから、まあ悪いことではないかなと思いました。はい、1時間ぐらいね、時間を置いて確認したんですけど、またねメスが新たにこうやってね瓦材の方をね削っていて、で産卵をねまた新たにする場所をねこうやって探していました。メスがね産卵行動をやめていたので、ちょっとね卵を産んでるかどうか気になったので割り出してみました。果たして同居させて1日で有精卵が取れてしまうのかってね、まあ、そういった結構初めての経験できるんじゃないかなって期待にね胸を膨らませて、今からね割り出しの方をしていきます。未だに90ミリ君から有精卵一つも取れてないので、これが有精卵1号になってくれればいいなと思いながら割り出しをねしていきます。果たしてどうでしょうか？はい、材を確認すると空洞がありました。メスね埋め戻しまだしていなかったです。おそらくここがさっきメスが産卵していた場所ではないかとね目星をつけて割り出しの方をね今しています。はい、じゃあ結果はねどうでしょうかとねいうことなんですけど、
はい、なんか怪しい雰囲気ありますよね。空洞の奥に何か卵らしきものが見えない、この辺でね思い始めました。うん、卵がないかもしれないとねこの辺で思ってます。さあ、卵はあるのかどうなのか、結果はいかにということなんですけど、はい、卵ないです。空砲です。昨日からね空砲の連続で、まあ、空砲地獄なんですけど、大型血統なかなか産卵苦戦してます我が家では。ただ一つね救いなのが、このメスはまだ同居させてね1日しか経ってないです。もしかすると今後ねポコポコ有精卵で産んでくれる可能性があると思うので、諦めずにねまだ産卵セットの方にね、このメスは同居からすごく短いんですけど、まあ産卵行動をねしたということで、このメスはね産卵セットの方にね投入してみました。はい、動画内のね僕は今他に埋め戻しがないかとね必死になって埋め戻しを探しているんですけど、特にね他に埋め戻したような跡はねなかったです。こう空砲が続くとね、なんかどっかね産んでねえかなってねすごくね探すんですけど、まあ産んでなかったんでね、はい、これ以上ね財バラバラにしても意味がないので、ここでね一旦今ほじくってるんですけど、このあとねすぐやめました。いや今年にね入ってから有精卵一つもね見ていないので、ちょっとねちょっと本当にこれは終わったかもしれないなとかちょっとねよぎるんですけど、まあ諦めたらねそこで試合終了なので、ここからね頑張って90ミリから卵ね取れるようにね、なんとかメスとねいろんなメスと掛け合わせていこうかなということで、はい、これね先ほどのメスとは違うメスです。サイズの方は51ミリぐらいです。結構ねちっちゃめのメスをね使います。やっぱりねちっちゃい方が産卵ね数多かったりとか有精卵とかがねしっかり取れやすいなと思うので、思い切って結構小さめのね50ミリ前後ぐらいのメスをね使ってみようかなと思います。はい、やっぱりね大きいメスの方が次世代の期待値はまあブリーダーとしてはね上がるんですけど、さすがにね卵産んでくれなかったりすると意味がないので、まあ、50ミリ前後の小さいメスでこれでね確実に卵をね産んでくれればね、一旦は90ミリからのね子孫は残せるので、一旦ねそういった狙いでこのメスとね組み合わせて掛け合わせていこうかなと思います。はい、本当にね90ミリからの子孫本当に残したいので、まあ一体ねどうなるかわからないんですけど、まあただね幼虫が取れれば大型にねなってくれるんじゃないかなというね、このメスもサイズは小さいですけど血統背景だったりとかは素晴らしいので、なのでまあこのね90ミリ君との子孫はまあ大きい子はね出てくれるんじゃないかなと、はい、思ってます。はい、ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。